一本の木の橋の上をノロ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 、この橋をいかにゆっくり進めるかを競うノロノロ一本橋の全国大会です。前回チャンピオンの地元実業団チームの代表が挑戦。今のは何なんでしょうか。今のは何なんでしょう。これは一回仕切り直しに。結果は19秒の好タイム。しかし惜しくも2位でした。ちなみに優勝したのは28秒を出した中学3年生の自転車選手。自転車神社として全国から年間1万人のサイクリストが訪れる大山神社。自転車ファンの聖地とあって安全祈願に訪れるサイクリストが後を絶ちません。そんな自転車神社を発着地点とする新たなコースが去年できました。それがグラベルです。島内を回る全長8キロのグラベルロードコース。ビンゴ地方を拠点とする自転車チームビンゴしまなみエンシアの宮口代表が発案しました。ここ国定公園なんですよね。そこの中を走れるコースっていうのは、まあ、このしまなみ海道の中でもここしかない、まあ、唯一の場所だと思うのです。ぜひここをグラベルロードにしてくださいというふうに地元の方にこう懇願してですね、快諾いただいて地元の協力のもとこういう形で今グラベルロードを作らせてもらっています。島の生活を支えた商店街や島を回る生活道路、そして色づいた木々の下を通る急な上り坂を過ぎた先が目的地。多頭尾を一望できるここからがグラベルの醍醐味が始まります。落ち葉の絨毯が敷き詰められた中、景色を楽しみながらの尾根沿いの道を進みます。それを支えるのがグラベルロードバイクです。こういうところが寝てる寝てないとかっていうのが、見た目は普通のロードバイクにまあ似てるんですけど、実はですね、まあ、タイヤがちょっとこういうまあ未舗装路、まあ、砂利道だったりとか砂道が走れるようにタイヤの方がですね若干太くなってて、でこうゴツゴツした感じになってて、こういうまあ荒れた路面でも快適に走れるようになってるっていうのが、まあ、グラベルバイクっていう形になってます。それぞれのいいところを合わせたこの自転車、今世界的に人気が出ているそう。次々に出る絶景ポイントと走りごたえのある場所の数々。ブルーラインはちょっと走ったよっていう方ですね、サイクリングこんなところで、できるっていう、そうね、新しいステージを見つけていただける、そういう場だと思います。西日が差す時間帯がとっても素晴らしい景色が見ていただけると思いますので、因島に宿泊いただいて夕暮れの時間に来ていただければと思います。全長8キロとコンパクトながらも島並海道の美しさをより引き立てるコースは今後さらに人気が出そうです。